渕上康文の身長や体重、最マッチョの理由は、イケメン俳優の渕上康文さんは今年ブレイク必至と言われており、魅力的なルックスのほか身長や体重についても関心が集まっています。一見華奢に見えますが意外と筋肉質らしいですが、その理由についても気になりますよね。それでは今回は渕上康文さんの身長と体重を中心にお送りしていきます。渕上康文プロフィール。渕上康文、渕上康氏、生年月日1984年4月30日出身地、和歌山県新宮市特技、趣味、サッカー、ピアノ。渕上康文の身長。渕上康文さんの身長ですが、公開しているプロフィール情報では176でした。日本人の20代並みダッシュ40代の男性の平均身長が約 172cm ですので、平均より少し身長が高いといった感じですね。しかし俳優は身長が高い人が多いので、俳優の平均身長と比較すると低いかなと思います。やっぱり俳優さんは背が高い方が女優さんと並んだ時もその身長差が蚊になるため、身長が高い方が仕事面では有利かなという感じはしますね。女優さんとのツーショットの画像を並べてみましたが、やはり女優さんとの身長差があると確になりますね。高身長俳優、小栗旬さん、184cm。綾野剛さん、180。竹内涼真こと、185cm。向井誠、182。やはり今活躍している俳優さんは身長が高い人が多いですね。女性目線でもやはり身長は気になるようで、よく聞くのは5程度のヒールを履いても自分より身長が高い人を選ぶ傾向にあるようです。渕上康文の体重は、渕上康文さんの体重ですが、公開プロフィールでは 66kg ですね。見た感じかなりスリムに見えたので、体重はもう少し少ないかと思っていたのですが、意外と標準的な体重で、一見華奢に見えますが意外とがっちりしているのかなといった印象です。筋肉質の理由は、渕上さんが意外と筋肉質である理由ですが、もともとプロサッカー選手を目指して幼少期から大学までずっとサッカーをやっていたからだと思います。やはりサッカーをやっていると下半身に筋肉がつくため、プリケツとか言われていたそうです。今では自分でもチャームポイントを聞かれるとお尻を上げているそうです。プロサッカー選手が夢だった。渕上さんは幼少の時からサッカーを始め、15歳の時には親元を離れて和歌山県から単身で大阪の名門ガンバ大阪のユースに所属し、大学はスポーツ推薦でサッカーの名門校である流通経済大学へ進学して、サッカー部に所属して J リーガーを目指してサッカーに真剣に取り組みましたが、最後まで J リーグから声がかかることはなかったそうです。
まとめ。今回は渕上康文さんの身長や体重についてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。渕上さんの身長は176で体重は66と、まさにバランスが良い体型でした。そして学生時代にプロサッカー選手を目指すほど真剣に取り組んできたため、見た目よりも筋肉があってかっちりしているようです。まさに女子が好きな隠れマッチョ的な感じで、今後ますます目が離せない俳優さんですね。